最後の参りついになってしまいました、皆様方ですね、多分あの神楽と言ったら権現さんということでですね、一番身近にある神様じゃないかなと思います。ですね、そこ、舞台左側にですね、そうそうたる数の権現頭が、並んでございます。このぐらい並ぶというのはあまり見る光景ではないので、成田さん、さらき太田さんというですね、権現様が一堂に会しているということは、これは多分歴史的にも珍しいことかなと今感じてございます。権現舞と権現舞、よく権現さん権現さんと皆様喋ってらっしゃるかなと思いますけれども、ですね、権現舞と、漢字で書いてあるかなと思うんですけれども、権力の権、現れる舞と、権力の権に現れる舞ということになってるんでございますけれども、ですね、神様って見えない存在なはずなんですね。見えない存在なんですけれども、神様見たことあるよっていう人いますかね。神様見たこと、神様見たことあるよっていうのね、ちょっと危ない感じになってくるので神様は見えないものだということになってございます。ただですね、我々の主情をですね守るために、現れる時もあると。例えば今幕舞といって、この締めの中で待っておったのも、これはたまたま今ここのあのエリアだけですね、神を会話見てるということでございますので、見えてたりするんでございますけれども、権現舞というのはですね、権力の権という漢字にですね、仮にと、仮に本ちゃんじゃないよっていう仮ですね、仮に現れる舞、仮にという意味がございまして、神様がですね、この権現頭というものをよりしろにしまして、仮に今、ここに権現するということになってございます。で、この権現さんが踊っている最中は、これは本物の神様でございます。それでですね、皆様方この権現さんにかじられたりですね、いろいろなものをかじっていただいたりしてですね、祈祷をされていると思うんですけれども、神様ですので、もう何にでも聞くご祈祷舞とされてございます。頭を噛んでいただけば、延命長寿、お腹を噛んでいただければ、安産祈願とですね、非常にこう身近にいる神様でございますので、ぜひともですね、まあ今日は、時間の関係上、舞台のみということになってございますけれども、皆様方のですね、各校を回る門打ちとかですね、そういう際はですね、我先に権現様に、かじっていただいて、いろいろなご祈祷をしていただければなと思ってございます。それでは、準備もできたようでございますので、最後の舞になります。権現舞でございます。
権現舞でございました。長時間ですね、皆様方のおかげさまをもちまして、舞い納めることができました。ここに今ですね、権現さんですね、ちょっと今日はかじられてないですよね。皆さんかじられてないと思うんですけれども、私どもさらき神楽の成田神楽さんのかまどでございまして、40年ほど後からですね、成田さんから教わったと言われてございます。現在成田神楽さん11代目が中心になられてやられているということでございましたが、私どもさらき神楽は10代目が今やってございます。それがですね、権現さんについてでございますけれども、先代からですね、ずっと言われ続けていることがございまして、権現様にかじられた方、かじられた方はですね、死ぬまで長生きできるよと言われてございましたので、一笑いできたところで私も任を解かせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。はい、それでは及川様、皆様大変ありがとうございました。これをもちまして成田神楽200周年記念公演を閉会いたします。さらき神楽様、太田神楽様はじめ、神楽の皆様に感謝の気持ちを込めまして、今一度盛大な拍手をお願いしたいと思います。
どうもありがとうございました。